ウィロビー・ド・アーズ・ビー男爵は、複雑な歴史と経緯を持つイギリスの男爵、貴族、イングランド貴族爵位。度重なる女系継承を経て、現在は、ヒース・ドラモンド・ウィロビー家が保持する。なお、現在の道家は、男爵位以外の爵位を持たない。一族の領地、スピルズ・ビーに位置するセント・ジェームズ教会。五大男爵が眠る。一族の祖、ロバート・ド・ウィロビーは、 リンカンシャーに位置するスピルズビー荘園の封建領主であり、エドワード一世一下のフランス及びスコットランド戦役に従軍した。彼は、その晩年に当たる1313 13年7月26日に貴族院により、ウィロビー男爵として議会召集を受けた。ロバートの後は、その息子ジョンが爵位を継承した。二代男爵ジョンは、クレシーの戦いにおける、 指揮官の一人を務めている。三代男爵ジョンが当主を務める1350年代に、竹と区別する、領地指定部分のドアーズビーが加えられている。ジョンの後も三代にわたって、直系男子による継承がなされた。五代男爵ウィリアムは、グリーンドゥールの乱の和睦交渉を行ったほか、初代ノーサンバーランド伯爵ヘンリー・パーシーの反乱に、 再してもヘンリー四世への忠誠を示した。その息子である六代男爵ロバートは百年戦争に参加して1417年にはガーター勲章を授けられている。しかし彼が男子なく没したため爵位は娘ジョアンに相続されると共に突ぎ先であるウェルズ男爵家へと流出した。十二代女男爵キャサリン・ウィロビー。バーティ家爵位継承の短所となった女性。 ヘンリー・パッセンより、一族に歌詞された邸宅、グリムス・ソープ城7代女、男爵ジョアンの夫、リチャード・ウェルズは1455年に、妻の権利に基づいて、新規に、ウィロビー・とアーズ・ビー男爵として、貴族院により、議会招集された。彼は、ウェルズ男爵家着難だったが、父、ライオネルの死後6年も経った1467年に、ウェルズ男爵位を継いだ。 しかしながら、彼の息子ロバートがエドワード4世に反旗を、翻して、エンピンガムの戦いを起こした後破れると、不死ともに、死権剥奪の対象となり、借位は没収されてしまう。なお、エドワード4世は召し上げた、両断爵家の領地を、長身リチャード・ヘイスティングスに可視し,している。時代が少し下った、ヘンリー7世の世になると状況は好転して、1485年頃に、 ウェルズ夫氏の試験回復がなされた。そのため、七代女、男爵ジョアン及びリチャード・ウェルズ夫妻を通してその息子、ロバート、娘ジョアン、またいとクリストファー、その子、ウィリアムの順に爵位と領地が、法令上は受け継がれたと解される。ただし事実上の爵位継承は、リチャード・ヘイスティングス死去時に存命だった十代男爵、ウィリアムを待たなければならなかった。また、 1455年の議会召集釈位たる、ウィロビー男爵はすでに継承できる者が全員ぶっこと、なっていたため、改めて爵位廃絶となった。10代男爵ウィリアムには、男子がなかったため、彼の後はその娘キャサリンが爵位を相続している。11代女、男爵キャサリンは、初代サホーク公爵と結婚したが先立たれたため、リチャード・バーティーと再婚している。 キャサリンが没すると、バーティ夫妻の長子ペレグリンが借位を相続したことで、男爵位は、ウェルズ家から、バーティ家へと移っている。21代女、男爵プリシュラ12代男爵ペレグリン・バーティは、式部教を世襲する名門オックスフォード、白爵カレージョーメアリーと結婚して、長男ロバートを設けた。十三代男借ロバートは百二十六年に、イングランド貴族として、 リンジー伯爵に除されて、以降7代にわたって、男爵位は伯爵くらいの従属爵位の役割を果たす、こととなった。さらに、初代伯の彦に当たる四代伯、ロバートの代にグレートブリテン貴族として、リンジー公爵及びアンケスティーブーン公爵に上っている。しかし、四代公ロバートが、昇降熱でにわかに命を落とすと、ウィロビーとアーズビー男爵位は、 妹プリシラとジョージアナとの間で優劣がつかず、停止状態に陥ったものの、1780年に男爵位がプリシラに帰属する形で解消された。公爵位を含む、残りの爵位は四代行のオジブラウンローに継承された。21代女、男爵プリシラは就職の前年に、ピーター・バレルと結婚したことによって、男爵位はバーティー家から、 バレル系と相続されてゆく。以降の歴史は、臨時伯爵を参照。プリシラノ夫ピーター・バレルは1796年に、グレートブリテン貴族爵位のグーイディア男爵に移された、ため、以降は、グーイディア男爵家当主は、ウィロビーとアーズビー男爵を兼ねることとなった。ピーターの孫にあたる23代男爵アルビリックは、生涯未婚であったため、爵位は二人の姉、 クレメンティナ・エリザベスとシャーロット・オーガスター・アナベラの間で一時的に保持者不在となった。その後の1871年に上姉、クレメンティナに男爵くらいの継承権がある旨の最低額だり、この問題は落着した。一方で、グーリディア男爵位はアルビリックのおじの息子ピーターが継いでいる。24代女、男爵クレメンティナは、サー・ギルバート・ジョン・ヒース・コートと結婚した。 彼女が1888年に亡くなると、再び女系継承が発生して、借位はバレル家からヒースコート家へと移った。以降の歴史はグーイディア男尺を参照。バニティフェア氏に掲載された初代アンカスター伯爵のカリカチは二代アンカスター伯。現在の借位の共同推定相続人は彼の娘の子。 クレメンティナの夫ギルバートは1856年にアベランド男爵に上されたほか、その息子ギルバートも1892年にアンカスター伯爵に上る爵した。ゆえに、男爵位はこれ以降は伯爵くらいの従属爵位として存続することとなった。初代伯の後は長男のギルバートが爵位を襲った。二代伯ギルバートは保守党の政治家として活動したほか、 クソ同様に同家が継承権を有する式部教を務めた。三大白ロバートは、ウィロビーとアーズビー男爵を繰り上げ直所によって、父ギルバートから相続し、貴族院に席を得ている。しかし、一人息子ティモシーが、コルシカ島で遊泳中に消息を絶つと、アンカスター爵お及びアベランド男爵領、継承すべき者が耐えたため、三大伯の死によって、廃絶した。 ただし、ウィロビーとアーズビー男爵位は、女系継承が、再び発生して、娘ナンシーに相続された。現当主である28代女、男爵ナンシーには、息子も娘もいない。したがって彼女がこのまま亡くなった場合、爵位は、セバスチャン・セントモールイコール・ミラー及び第4代、純男爵サージョン・エアードの二人が、共同推定相続人となり、三度目の保持者不在に、 陥ることになる。ウィロビー家本来の紋章。1300年から1349年までは、この紋を用いている。社位の法廷推定相続人は存在しない。社位の共同推定相続人は、セバスチャンセントモールイコールミラー及び第四代、順番社区サージョン・エアード。彼の父は、タウトンの戦いに敗れて、試験剥奪を受けており、 リチャードは1467年の議会法によって試験回復を果たすとともに爵位を継ぐことができた。ウィリアムのみ1503年まではデジュリ扱いであったが以降はデファクトとみなされる。理由は注釈さんを参照のこと。リチャード・ヘイスティングスはエドワード4世より両男爵家の辞書を与えられたほか、新規にウェルズ男爵として議会招集を受けている。 このため主権回復に際しては、彼の権利を保障するため、その生涯において、称号と領地を保持される旨も宣言されており、ゆえ二十代男爵ウィリアムは、ヘースティングス教の存命児は、デジュリとして扱われた。前者は、第二代アンカスター伯爵の長女の長男、後者は、次女の長男にそれぞれ当たっている。ありがとうございます。